ち客室乗務員のかなと陽子です。本日は兵庫県の有馬温泉にやってきました。私たちは普段日本全国いろいろなところに行くことが多いですが、その中でも有馬温泉はよく訪れています。有馬温泉といえば日本最古の温泉と言われておりますし、歴史ある街並みがとっても素敵ですよね。とっても素敵ですよね。それでは今日は全国の別荘をシェアできるポイントバケーションリロさんにお邪魔したいと思います。では早速行ってみましょう。ドン。温泉街って感じ。有馬温泉の散策といえば湯本坂、お店がたくさんあってついついいろいろ食べちゃうんですよね。お店どこも可愛いです ね、 ね、食べ歩き放題ですね。ジェラートカンパー。ジェラートカンパーすごい空気がいいですね。自然がたくさん、ね、ポイントバケーションリロは日本を丸ごと別荘にがコンセプトのポイント制リゾート。車1台分のコストで日本全国45カ所、海外に2カ所ある別荘のオーナーになることができます。親、子、孫の3世代がみんな一部屋で過ごすことができるのが魅力です。すごい広い。めちゃくちゃ広い。すごいですね。すごい広い。広い。広い。すごい。ソファも広いです。最高。全室リビングやダイニング、キッチン、寝室があり、大人数で集まれるのが魅力。私最近甥っ子が生まれまして。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなに広い空間だとね、ハイハイし放題で歩き回れますね。小さい甥っ子さんいらっしゃったら、うん、離乳食なんかもこちらはホテルと違って、うん、キッチンがあって調理器具も揃っていて、食器、冷蔵庫まで揃ってるので離乳食作りやすくていいですね。これはお母さん的にはすごい助かりますよね、うん。みんなで2家族3家族で来てもこんなに部屋があるの で、ね、みんなで一つのお部屋でゆっくり過ごせるのが本当に素晴らしいですよ ね。寝室は分かれてそれぞれの家族でゆっくり休めるのでそこもいいですよね。気を使わずに過ごせますね、うんうん、これは。大浴場では有馬温泉の名湯金泉が露天風呂で楽しめます。絶景。うわー、すごい。めっちゃ遠くまで見えます。すごい。有馬が一望できますよね。なんか空全部見えるっていいです ね。あー、幸せ幸せ。あとはペットと一緒に泊まれるお部屋もあるそうです、はい。それは愛犬か愛猫かがすごい喜びますね。いいですよね。なんか普段の暮らしをそのまま場所を変えて有馬で、ここだとこういった暮らすように旅するということが可能になるってことなんですね。ですね。素敵です。素敵です。こうやってしていると仕事の疲れがもう全部抜け出していってますね。今日一日どうでしたか？今日は美味しいスイーツとかたくさん食べ歩きができて楽しかったです。ね、美味しかったです ね。その食べ歩きしてる時の有馬特有の温泉の香りがずっとしててすごく癒されました。癒されました。もう貸
貸別荘ならではの楽しみが発見できましたね。今回お邪魔したポイントバケーション有馬では1泊2食付きで、なんと500円で体験宿泊ができるそうですよ。すごい。体験宿泊ではこちらのご飯も食べることができます。豪華、豪華ですね。すごい綺麗です。ぜひ皆様もポイントバケーションリロで新しい旅の形に触れてみてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。